はい、速稼塾の久保でございます。今回はね、いくこさんの動画をちょっとレビューしております。いくこさんは今回ですね、クラフトバッグ販売とヒゲダンスという2本の動画を上げてくださいました。これはそれぞれね、いくこさんのお子さんのこうちゃんね、こうちゃんっていうね、男の子が、まあ、日常を描いてあるものなんですけども、今回は学校の文化祭だったのかな、クラフトバッグを作ってそれを販売して、まあ、売れたところね、ありがとうございましたみたいなところを動画で撮ってくださってるんですけども、しっかりとしたクラフトバッグでね、結構いろんなデザインがあって、なかなかいいものを作られてるなと思いました。はい、おめでとうございます。で、こうちゃんのね、ヒゲダンスっていうのは、多分こうちゃん自身はもう知らないんだろうと思うんですけども、いくこさんとかね、私とかが多分幼い頃にあのヒゲダンスっていうのを見てね、いろいろ楽しんだ思い出があるのかな。あの音楽を聴くとね、ついつい思い出しますよね。このモサモサのヒゲを生やして、志村けんさんと加藤茶さんが2人でやっている曲芸といいますかね、大道芸をコミカルにやったものですよね。これもよくできていたかなと思います。まあ、このようにですね、あの子供っていうのはいろんなドラマを作ってくれるんですよね。そしてそのドラマのたんびに、まあ、お父さんとかお母さんはね、すごくこう夢の世界に連れてってくれる、本当にね、あの天使のような存在なんだろうなと思います。私も47歳になって初めてね、子供を持ちまして、まだ1ヶ月にもなってないんですけども、その日々変わる表情とかね、意味のない泣き声とかね、何なんだろうこれはみたいなことでね、新しい世界を広がしていただいております。まあ、私もね、おむつ替えがすごく早くなりましてね、もう30秒ぐらいでパパパッと変えるんですけどもね。でお風呂も結構ね、上手に入れられるようになりました。24時間専業育児パパということでやらせていただいております。なんかね、その子供っていうのは、いろんなことをね、インスピレーションを私たちに与えてくれますよね。で、大人という常識とかね、固定概念で縛られた思考とは全く別の動きをしたりね、発想を持ったり、声を出したり、ダンスを踊ったりとかね、やっぱこう、恥ずかしがっちゃうんですよね、私たち大人はね。私はまだ恥ずかしがらない方なんですけども、ついついね、表情を変えないようにとかね、みんなの周りに合わせるようにとかになっちゃいますよね。で、このこうちゃんっていうのは、まあ、自閉症をね、ちょっとこうお持ちなんですけども、私もね、介護士を10年ほどやってまして、療育担当でですね、男の子とか女の子、成長期とかね、幼少期にある男の子か女の子とかを預かっていたんですけども、大体小学校1年生から、まあ、20歳前後の男の子や女の子を預かることが多かったんですけども、まあ、自閉症の子もね、結構いらっしゃって、で一緒に自転車乗ったりね、泳ぎを練習したりとか、山登りしたりとか、いや本当にいい夏休みを過ごさせてもらったなっていうのと、中にはね、2泊3日ぐらいでキャンプに行ったりとかね、いや本当にね、楽しいんですよね。そういうところをちょっと思い出しちゃったかなと思います。まあ、あまり思い出すと私もちょっと涙が出てしまうっていうかね、過ごした時間っていうのは非常に感動が多かったんで、まあ、なんかね、こうなんとか賞とかついてますけど、そういうのではなくて、本当にね、1対1でまあ、人としてね、付き合っていけるというか、私も学ぶことが非常に多くてですね、何回も泣かされたっていうかね、なんかその嬉しいんですよね。何かが伝わったっていうのと、なんですかね、ただただしい言葉でね、私なんてのは先生って呼ばれてたんですけども、ありがとう先生っていうふうに、ありがとう先生って感じでね、やっとやっとこう呼んでくれる時っていうのは、この子は何を伝えようとしたんだろうかみたいなのがね、押し寄せてきてね、グッとくるんですけどね。で、今こうちゃんね、素敵なスーツ着て、これ学校の制服ですかね、がこうなんだよね。またね、新しい動画見せていただきたいなと思いますし、あと西和倉村の山根さんもね、こうちゃんが淡くレンジャーに迎えたということで、すごくいいチームができるんじゃないですか。今度ね、愛知の方にいくこさんに会いに行くときに、こうちゃんもね、私のナイトライダーに乗ってもらいたいなと思います。それではですね、その時まで、アディオス、いってらっしゃい。